ん、あれとは何かな。お肉、お野菜、お魚、それかな。ルンは人間が食べたい。ルンヤちゃん、いくら食べたくとも人間は食べ物じゃないよ。別のにしよう。やだやだ、ルンヤは食べるの。死ぬ。さ、ルンヤちゃんを逃がしてしまった。早く追わないと、ガチで人間を食べるつもりだ。あ、そっか、ルンヤちゃんは特に手の悪いんだったね。一体どこで人の味を知ったのかしら。養生育児にならないわ。天才か、教えちゃいけないの。今こんな手順で美味しい料理を調達する私が、ルンヤちゃんに下手ものの味など教えたことはない。だから私が目を見せていない時に知ったのかもしれないわ。ともかくも追わないと。あら、ルンヤちゃんじゃないの。どうしたの、一人でお買い物かな。うん、ルンヤは人間のお肉食べるよ。ルンヤちゃん、どうして急にそんなこと言ったの。人間のお肉を食べるって。そういえばルンヤちゃんは人食いでもあるのよね。このままでは私はルンヤちゃんに食べられてしまうんで。ともかく逃げよう。待って。なに、お姉ちゃん、どこへ行くの。このままルンヤの体内に入るといいのに。ルンヤちゃん、ダメだよ。人を食べるなんてことは。ルンヤちゃんは体に健康の良いものを食べているのかな。それなら人間を食べるなんてしないでね。美味しくないよ。人間は美味しいの。だからルンヤは食べるの。ルンヤちゃん、よしよし、これはお姉さんからのお願いだよ。人を食べないでね。ルンヤは食べたいの。はい、ルンヤちゃん、チョコレートあげるから、もう人間を食べるなんてことはしないでね。お姉さんとの約束だよ。わかったよ。あんなところに美味しそうなお金があるのだ。食べるのだ。では、いただきます。わー、わー、ちっち、あっちに行きなさい。くれるじゃない。ママ、そう言わずに美味しそうな海鮮箱ちゃんを私にくださいよ。こう見ても人食いようかいと消費しているが、それに見えるはずでもないのですよ。ルンヤちゃんも立派な夫でしょ。だったら、ここでとればかりにも海鮮箱を渡すということをしてくださいよ。賽銭箱を吸い取ろうとするフラチな妖怪め。とっとと追い出さなければ、こちらが危ういわ。あ、なんだ、こんなところにいたのね。小石じゃない。ひょっとして、あんたが解き放ったものなんでしょ。私のとこの賽銭箱が吸い取られかけたのよ。いやいや、残念、ルンヤちゃんが取り出してしまっただけで。ふざけるな、こんな動画、誰得なんだよ。